さんこんにちは。内科学の講義を始めます。前回までの講義では肺炎についてお伝えしておりました。今日もテーマは肺炎なんですけれども、前回までの肺炎は感染が原因による肺炎だったんですけれども、今日は誤嚥が原因の肺炎です。それを誤嚥性肺炎と言います。誤嚥という言葉、これどういう意味かというと、本来食べた食べ物っていうのは胃の中に入っていくのが普通なんですけれども、それが何かの拍子に間違って食べ物が肺の中に入っちゃったとか気管支の中に入ってしまった状態のことを誤嚥と言います。食べ物や唾液が肺へ入ってしまうと、まあ、そこで、炎症が起きる。誤嚥性肺炎と言います。たまに皆さんの中でもちょっとぼんやりしながらご飯食べてたり、こう寝てる時にね、唾液がぐっと喉に入ってしまって気管とかに入ってしまうことも多々あるかなとは思うんですけれども、まあ、健康な人であれば痰とか食べ物が気管支に入りそうになってもってこう咳をすることによって排出することができるんですけれども、中にはそのゴホゴホゴホってするのがなかなか難しくて、食べ物がそのまますっと肺に入ってしまう人がいらっしゃいます。特にそういう誤嚥性肺炎が起きやすい人っていうのは、飲み込みの機能が低下した人に非常に多く出てきます。飲み込みの機能のことを嚥下と言います。嚥下機能が低下することによって誤嚥性肺炎が生じやすいんですけれども、では嚥下機能が低下する病気といえば一体どういうものがあるのか。代表的なものは脳血管疾患ですね。脳血管疾患のことを略して CVA と言います。じゃあ書いておきましょう。脳血管疾患の場合には、例えば脳出血が起きて呼吸とか嚥下に司る延髄らへんが障害されてしまうと、嚥下機能が低下してしまって誤嚥性肺炎になりやすい方が結構多いです。他にも意識障害のある方、意識が低下しておられる方もなりやすいですし、あとは手術後の麻酔明けですね、喉は脳筋肉ら辺が麻痺している、まあ、麻酔によって麻痺していると食べ物がちょっと間違った方向に行っちゃうこともたまにあります。歯医者さんに行って麻酔で治療した時に30分ぐらいご飯食べないでくださいとか言われると思うんですけども、それは誤嚥を防ぐため のお医者さんのアドバイスですね。あとは、まあ、病気ではないですけれども、本当にもともと高齢になってしまうと嚥下の機能が落ちてしまう方もいらっしゃいますので、高齢者というのもやっぱり嚥下機能低下のリスクになります。など他にもたくさんの疾患がありますけれども、まずは嚥下機能が低下すると誤嚥性肺炎になりやすいというのを理解してください。ではどういうところに特に誤嚥性肺炎が起きやすいのか、これ肺の模試図を書いてみたんですけれども、これ右の肺、右と左逆に書いてます。患者さんのこういうイメージだと思ってください。こっちが右の肺で、こっちが左の肺です。肺には気管と気管支がつながっているんですけれども、左の気管支に比べて右の気管支の方が縦方向の角度が強いです。しかも気管が太いですね。反対に左の気管支は
横への角度が強くて細いですので、何かご飯を食べたっていう時にこれがコロコロコロっと落ちやすいのはどっちかと言われると、やっぱりこっち右の肺の方に食べ物が落っこちやすいです。ですので誤嚥性肺炎も特に右の肺、このままコロコロコロと食べ物が落ちて下の方、この辺りに特に炎症が起きやすいのが特徴です。ですので肺の中でも右の肺底部、解剖学的には右の S6 とか S10 あたりが特に多いですね。では聴診に移りましょう。聴診というのは聴診器を使って胸の音を聞く検査のことを言います。聴診をすると肺、この辺の肺の中に溜まった痰の音が結構聴取されやすいですので、こうゴボゴボゴボとかね、ポポポポポポっていうようなこう水の泡の音、水泡音が聴取されます。水泡音のことを別名コースクラックルとも言います。というわけで誤嚥性肺炎は嚥下機能が低下した人に起こる炎症、肺の炎症のことで、特に右の肺の下の方に生じやすいというお話をしました。ありがとうございました。